無事、うん、手乗りしゅうちゃんどうもこんばんは、サージです。この間 の、 あの事務所ミーティングで、まあ、タイトル8年殺しを変えようって話、まあ、おそらく皆さんも見てて、あのあ変わったんだと思ったと思いますが、正式決定したタイトルが紆余曲折、我々ロングショットパーティーのこの8年、まあ、いろいろあったねと、いろいろ紆余曲折がありましたということで、まあ、ズバリタイトルを紆余曲折 にしまして、まあ、結成当初の曲から、今の曲まで、ずらっとその時系列順にそのロングショットパーティーの盾をお見せしようかなと。ロードアヘッドからマイウェイで終わると。でその間にですね、まあ、いいところでちょっと新曲もお見せしたいので新曲を挟んでという、流れにすることに決定しました。なんと今日はもうセットリストをお見せしちゃおうかなと思いまして、じゃあこちらです。月刊ロングショットパーティー、1曲目ロードアヘッドですね、ロードアヘッドから始めて、カントリーロード、フリーワマインド、ノーペイン、ストラグル、でスウェアで、このマルボロセーラウェイっていうのが新曲ですね、ロックマン、エヴァでファンタジーと書いてますが、これプルーフオブファンタジーですね。まあ、そこから先は、ルパレード、グルーブ、ヌードクラブで、このバンバラ少年ボーイっていうのもですね、これ実は新曲なんですけど、で我々ロングショットパーティー、これ新曲作るときに大体こうちょっとなんか響き重視で勝手になんか仮タイトルをつける癖があって、これもなんかこうなんとなくのノリでこうバンバラ少年ボーイって書いて、まあ、そのまんま書いてますけど、で、ディスタンス、春夏秋冬、ゲゲ、マイウェイ、ロードヘッドから始まってマイウェイで終わるという、なんかこの縦の流れをお見せしようかなと思います。で最後アンコール、アンコール、アンコールはまあいいや、はい、それは当日のお楽しみということで、はい、こんな感じのセットリストです。10月17日渋谷エクマ、お楽しみに。サージでした。僕これからあそこにちょっと行かなきゃいけないんで、